まあ報告っていう形になってしまうかもしれないんだけども、我々水曜日にあのショールームって配信をやってるじゃない。ああ、ちょっとね、そう恥ずかしいからもう言わないけど、まあまあ、うん、やってるんだけども、その中の一つの話題出た、うん、初恋のアニメキャラクターはっていう話題。ああ、はいはいはい、あったね。うん、で、その時に、まあ、ジブリの初恋のキャラクターはなんだっけ、しずくちゃん、しずくちゃんって言ってて、はい、で俺、出てこなかったのよ、初恋のキャラクター。初恋のアニメキャラクター、うん、うん、で、出てきたから報告しようと思って。あ、すごい嬉しい。そう、大輝の初恋のキャラクターを今知れる。キャラクター、そうそうそう。え、聞きたい、めっちゃ聞きたい。ケロロ軍曹の夏美ちゃん、うん、初恋のキャラクターですね。うん、あ、なるほどね。そう、だからちょっと見るの緊張したもんね、当時ね、うん、ケロロ軍曹こうやって見て、あ、夏美ちゃん出てきた。あ、俺ケロロ軍曹、うん、小学校で唯一知らなくて仲間外れにされた。マジで